the broken-hearted people living in this world of grief. There will be an answer, let it be. ありがとうございます。それではこの後、安藤美姫さんとのトークセッションとなります。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。それではここからはトークセッションを始めさせていただきます。今年もよろしくお願いします。お願いします。昨年に引き続き設営までお手伝いいただきまして、すいません、ありがとうございます。ではお座りください。まずは今日もたくさんの方がお集まりくださいました。去年に続き本年も東京スカイツリーアイススケートパークでの初滑り、そして去年の秋の手術後初めてのこの皆さんの前でのステージ、はい、ということでしたけれども、滑ってみていかがでしたか。はい、そうですね、まず、皆さん今年も新年早々皆さんに会えて嬉しいです。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。そうですね、9月に、9月終わりで術後3ヶ月ということで、やっとの病院の先生から滑っていいよっていう許可が下りて、滑り動き出したのが本当に元旦だったので、ちょっと緊張したんですけれども、はい、毎年このスカイツリーの下で演技をこう新年明けて初滑りさせていただいているので、手術の日程をもし今年もオファーがいただけたら絶対滑りたいという思いがあったので、これに合わせて手術を実はしました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日に合わせて来てくださった、はい、ということですね。とにかく、皆さんの前で滑れる状態にはできるよって言われたので、はい、すぐに手術をして、はい、来ました。ありがとうございます。